さんこんにちは。カツラ作ってみました。すごい、この自分ではありえないこのツヤと毛量、イヤリングなどもできそうなこのボブスタイル。初めてカツラ買いましたね。妹が来てくれたんで一緒に選べて楽しかったです。なんかずっと髪がない状態でニット帽とかあのお家の、医療用帽子とかでねずっと過ごしてて、それに慣れてたんでね、髪の毛があるっていうことがすごい新鮮で、なんかあ一応女子だったんだなみたいな感じがすごくあって楽しかったです。なんかこれから春になるんでね、カットもしてくれるみたいで、あのいろんなね髪型をあのカツラでも楽しんでいけそうなので、楽しくカツラ生活春デビューしたいなと思っています。じゃあそんな感じかな。また、もうすぐ2月も終わるんでね、この 2,3 日はすごい東京も、まあ、全国的に寒かったんですけど、これからまたね桜とかも咲いてきていい季節になりますのでね、みんなもいろんな新しいことをね始めたりとかするのかなと思ったり、いや本当にこういう髪って変わりますよね。そんなことでまた元気にねいろんな動画を、なんか絵本の動画とかもいいかなとか思ったりなんかしたりしています。外へ出かけながらいろんなことやっていきたいと思います。ではさようなら。幸せの時間を刻みました。みんなでご飯を食べれて最高です。頑張りました。大人っぽいよ。こんな感じ。あ、でも、見ると悪くなるみたいな。どうかな、こんな感じ。ちょっと面白くない？なんかね、絶対被り方も間違ってるしね。なんか変な帽子かぶってやってるんだけど。すごくない？この、こういう感じ。あ、ここから見ると面白いんだけど。なんか楽しいね。面白くない？すごくない？